こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらチャージブレードヒーローのデモ版をプレイしていきたいと思います。今作横スクロール、ハイペースな横スクロールアクション作品となっています。装備を変えたり、神々の加護かなという風な感じに書かれていたので、祝福だとか加護とかを装備品につけることで能力を強化するなんていう RPG 要素もあるようです。ハイペースな戦闘が楽しめるとのことで楽しみしていたんですが、早速やっていきたいと思います。なんでもナレーションで結構有名な方がナレーションを担当されているらしいのですが、私はちょっと知らない方なんだけど、海外の方ね。残念ながら英語だけとなっています。こちらデモ版好評 Steam で配信中なので、ぜひチェックしてみてください。 I used to believe in heroes。あれ字幕オンになってる、字幕出てない。 Good versus evil, right versus wrong. Not even sure I know what that means anymore. From blood to steel, nothing could stop our enemies. Until now, somehow you did the impossible. You created a weapon that can change everything.The enemy's close. Stay on guard.敵が近い。全てを変えることができる。うん、そうだね。字幕オンになってるんだけど出てないね。ちょっと待ってね。手書きだね。うん、なるほど。攻撃していくと上の方に、あ、違う、ちょっと浮いてた時に攻撃したからか。おお、これ無限に上に行けるぞ。無限に上に行ける。なるほど、強攻撃があるね。あ、強攻撃を使用すると下のゲージみたいなのが消費されるのか。 Y ボタンで強攻撃なんだけど、まあ活動しなかった。これは、あ、武器チャージするんだ。そっか、弾薬、あれか、ガンブレードみたいな感じなのか。で、動くとオフになる。なるほど、だから強攻撃はそのガンブレードの何かを使用しているってことでいいのね。 OK、 ちょっとテストしてみようか。全部消費して、ここで、ダメだ、ここでやるといかない。赤だと全回復かな、一気に。あ、赤だと全回復だ。なるほど、なるほど。コンボの途中でこう使っていくってことね。面白いな。なるほど。回避は、あ、コントローラー、Xbox One のコントローラー使用してるんだけど、右に回避すると左に回避するっていうのを RB で、PlayStation 4とかのコントローラーであれば、L トリガー、R トリガーの1、2でできますね。右、左と。あとはこれちょっとやってみてるんだけど、コントローラーの R スティックでも回避をすることができますね。なるほど、なるほど。うん。OK。操作性は良好。二段ジャンプも最初からあるしね。ああ、blocked off. Shouldn't be a problem. Try knocking it down. うん。一つ違和感があるのが、ジャンプをしてから主人公が、ジャンプボタンを押してから主人公がジャンプするまで、ちょっとディレイがある。主人公がこう見てくれている人にもちょっと分かるようにやると、分かるかな？ジャンプする前にちょっとしゃがむような動作を一瞬するんだよ。そのフレームが入ってからジャンプが発動する。空中にいるときも同じだね。こうポンポンってなる。こう一回止まってジャンプっていうのがわかるかな。ポンポン。OK。オプションリスタート、リターントゥマップ。他に何かできる感じでもないな。うん。このデモ版ではもしかしたらその神の加護とかって書いてあったけど、それらを見ることができないのかもしれないね。できればどういう感じなのか見たいと思ったんだけど。ダメージ、攻撃が出ているときに10点とかって出てるから、やっぱりアイテムとかで与えられるダメージの量を上昇させることができる。今の下ボタンを押したら普通に来ましたね。あ、どっちでこういうのくぐり抜けられるんだ？ OK。クリスタルはそのままお金。あ、右上にゴールドって出てるしね。2000持ってるんだけど、ここで入手できるゴールドの量少ないね。1とか。よし。Don't hold back. できた。これはおそらくおそらくになるんだけど、そのトレーラーじゃないや、ゲームの画像などを見た感じだと、お、宝箱だ。画像を見た感じだと攻撃の仕方とかは後から追加されそうな感じでしたね。攻撃で開ける。
アップヘビーアキュレット。アップヘビー、これか。上ボタンを押しながら、ああ、もう下に出ましたね。上ボタンを押しながらヘビーアタックをすることで上に向かって攻撃することで、おお、切り上げいいね。元の主人公すげえ高いところまで行けたけど、この無理にこうやるとね。ダウンヘビー、なるほど。チュートリアルというかデモ版だからこういう取り方になってるのかもしれないね。オッケーオッケー。ここで振り下ろし、素晴らしいね。空中でチャージもできるのか。通常攻撃も敵に当たると、あの弾薬みたいなゲージを消費していたので、わかるかな、ゲージ消費してるのが。いつどれをやるか結構重要になってくるね。おっと、こんな感じか。慣れると面白いね。敵が弱いのでそれほどコンボが発動しないけど、回避値は無敵かな。もう一回ちょっとやってみようか。多分無敵だと思う。敵はなかなか来ないからいいや。落ちてしまった。 Now check this out. ここを調べてみる。 Now check this out. この神殿の力をしますか。はい、こうか。ああ、一時的に強化されるんだ。なるほど。あれが神々の加護？いけないのか。てっきり回避でいけるかと思ったんだけど。そうか、下に向かっての回避ってそもそもねえか。やってみといてなんだけど。これ最大値も上昇したってこと、あの神殿で。ただほら、あのデモ版だから多分こんな大量に上がったのかなって思ったりする。もしかしたら本当にこのぐらいはすぐ上がってしまうのかもしれないけどね、ゲーム上。どうなんだろう。おっと、難しいね。おっと、えい。あ、ステージ制になってるんだ。リターンとマップ、評価によって入手できるゴールドとかが変わるかな。 You can access God's blessing from the map。 神々の加護にマップからアクセスすることができる。見てみよう。ここで買えますね。ヘビーアタックすでに装備している。ゴールドで購入することができるのか。ヘビージェネレーター、フェイトリクリエント、フェイト、フォーチュン、フェイトリクリエント1。敵が死んだ際にコインをドロップするようになる。あ、これ早めに取った方がいいやつだ。デモ版じゃなかったね。オーバーチャージ、インフィニットチャージウェイ、リーチングコンボスコア、はい。あ、チャージが、あの、HP の下に出てるあのゲージね、が、コンボが40以上の場合は無限になる。シールド。チャージ中はシールドが発生するようになる。あ、そっか。フェイトをこの分消費するってことか。なるほど。フォーチファイ。HP の最大値が50上昇する。ヘビーバッテリー。チャージの回復量が上昇。これ取った方がいいな。チャージゲインが上がる。チャージが時間経過とともに、自動で回復するようになる。ヘビーチャージ、それか。本当はこのコインとかがいいんだけど、ここら辺無難にやるんだったら。自動で装備されてるけど別にオフにすることも全然できる。オーバーチャージ、こんな感じね。なるほどなるほど。で、現在はこのアップヘビー、ダウンヘビーがあるけど、他にも能力がアンロックできるのかもしれないね。ここが次の場所かな。チュートリアル攻略したレベル1、レベル2、レベル3とありますね。アセプト。
Let's make this a no-kill run. Just kidding. 最大値が上昇したらそのままなんだ。シールドこれか。お金が発生してるし自動でこちらに来るようになってるね。そういえば回避をそのまま移動に使うこともできるのいいね。そうだね、序盤がやっぱり少なすぎるだけだこれ。チャージの量すぐ上がったし、このぐらいの量だったらコンボも結構バシバシ決められるので非常に爽快感がある。どのタイミングで攻撃するかヘビーアタックを使うかが重要になる。Hey, you're pretty good. お、いいね。評価ここからでも見れるのいいね。全部取りたくなるよね。アセプト。あと本当に攻撃の種類がもっと欲しいかな。せっかく戦闘がよくできているゲームだけど現在種類が少ないのでちょっと残念な感じがある。でこまめにこのチャージをしていかないといけないのもメリハリがあっていい。序盤は少なすぎて逆にチャージしてることが多かったので、で時間経過とともに自動でチャージされるっていうスキルもあるのでそちらとかを入れるとバシバシ攻撃ができる。ただ他の装備というか能力を外す必要が出てくるのでちゃんとバランスがいいのかもしれない。 BGM かっこいいよねこの作ね。 BGM あれコンボ数のせいで変わったもしかして。すごいニーヤっぽい曲すごくいい。あすごいここ曲いい。あそうだボーカルがなくなった。コンボ数でボーカルが入るんだ。すごくいいなこれ。ボーカルかっこいい。ゲームのタイプ的には違うんだけどガンボルトシリーズっていう 2D 作品があってそちらでもコンボ数が上がるとこう曲が鳴るんだけどすごく盛り上がるので好きなシステムなんですよね。あちらの方はコンボがなかなか繋がらないんだけど慣れていないと。よかった。いいねいいねいいね。好きだよ俺個人的にすごく好きだよこういうの。よしいくらだろう、いくらコンボ繋げればいいんだろう。40かな。40がほらスキルの目安にもなってたから発動。やべ、あ何当たった。刀、己やっちまったな。 A だ。マックスコンボ、やっぱり他のは出てこないね。アセプト。ボス戦はないのかな。ボス戦やってみたいな。序盤はステージだったけど後半は基本。お、あれ俺どうやったんだ。これか。青い状態。あそうだね、青い状態だと強化された攻撃が出るんだ。チューンってなってたしね。終わりは近いと主人公が言っていました。やべ、あぶね。ほっ。 Hey, you're pretty good. 40だ。40で曲が鳴る。
おっと、いける、2発で倒せる。こいつは、あー、こういう当たってしまった。曲をもっと聴きたかった。しかし下の敵の数が半端じゃねえな。これどうだ。そっか、チャージもコンボに含まれるんだ。どこでチャージ稼いでるんだろうって今更思ったんだけど、そうか、チャージもコンボなんだ。こう、わかるかな、 BGM にギターが追加されてるんだよ。すごく良くない？これ他のステージというか他の曲とかどうするんだ、こういう感じでやるの。すごくね、クオリティ高いよこの曲。強い、このこいつら、おー違うやつ、ちょっと違うやつが来た。倒したぜ。めっちゃコンボ頑張ったけど、やっぱでもええかね。これ、ここが全クリかな。ブレッシング、エンデュランス。アンロックブレッシング、チャージマスター。見てみようか。エンデュランス。アディショナルインビシビリティアフタービングヒット。攻撃を食らった後に、一定時間あの追加で無敵になる。あれだよね、無敵時間が増える。チャージマスター。パーフェクトリチャージゼロ。ゾーンイズイゼルトゥヒット。あ、チャージのパーフェクトゾーンがあったじゃないですか。赤いゾーン。あの回復量が上がるやつ。あれがもっと簡単になる。あそこを当てるのが。そっか、進んでいくと追加があるんだ。ディフィーターオーエネミス。敵を滑った倒す。お、赤が確かに増えてる。これでどうだい？おっしゃ。こいつはでもこれをやった方がいいね。通常攻撃だってのげそっていなかったので、こいつ大事。どうだい？慈悲はない。歌かっこいい、本当に歌かっこいい。すごい好み。敵の数も容赦ないよね、本当この作。100超えたけど、さらに歌が変わるとかはないよね、さすがに。やべ、あー当たっちゃった。あー当たった。そんな、せっかくコンボがすげー上がってたのに、当たらないように必死だったんだけど、やっちまったな。ミスった。もっといけたんだけど。もうすぐ終わりだ。おっと危ない。下にいる？下にいるね。いるけどこっちに出るみたいだから先に倒した。おっと危ない。あ、ここに出たんだ。That guard can't hold if you really let him have it. これどうだ。よし。
慈悲はない。またですか、またそのパターンですか。敵が出現した時に当たってるな、結構言うなよっていうことなんだろうけど、敵本体に当たり判定はいらないのでは。でこのチャージしてる時ってあんまり後ろ見えないんだよね、その主人公の後ろか、厳密には。おっと、終わんねえなお前ら。 Keep going like this and you might hit a new record. あと下か、終わんねえな。忍者もいるのか。終わった。B、何度も。あのこれショックウェーブ。パリ、ガードできるようになるってこと。パリすごく苦手なんだけど。ショックウェーブ。Recharge create a powerful knockback pulse。パーフェクトチャージを発動した際に強力なノックバックを発生させる、ウェーブを発生させる、ノックバックが発生する。パリンコミングアタックバイプレッシングリチャージ、チャージボタンを、リチャージボタンを押すと攻撃をパリすることができる。パリが成功するとチャージを4点入手できる。これ使いでちゃんと使えば強そう。ショックウェーブ強そうなんだよね。いけすぎや、パーフェクトチャージゾーン、シールド欲しい、フォーチューン、エネミー、ウィドロップゴールドコイン、あれかな、一番いらないの。他は攻撃だから外せないしな。外すならこれか、これだよな、シールドか。ショックウェーブ。1点残っちゃうな。こんなもんでいいか。レベル5。Looks like we ought to get to work. よし。あ、下あれがあるんだ。トゲ？これがショックウェーブパルス。これだね。あ、敵をノックバックさせるの必ずしもいいって感じじゃないな。敵のいる位置が変わるのでケースバイケースな感じ。個人的にはあんまり良くないかな。多分ステージにもよる。Hit him hard. こことかだったら今やったみたいな感じでやると敵の攻撃をキャンセルさせるために使える。ただどこまでの敵の攻撃をキャンセルできるかがわからないので何とも言えないな。トゲに触れると敵もダメージ入る。あ、忍者にもダメージ入ってる。即死してる？ダメージがすでに高かったからか、与えていた。即死してるね。ノックバックで死んでるあいつら。ノックバックで忍者殺せる？下に出たときは。勝手に当たってる場合もあるね、あれ。Hey, you're pretty good. いい感じ。
さすがにでかいやつらはノックバックされないのかな。よくわからないけどノックバックされてない感じだった。 Don't hold back。よし。あ、音楽が止まってしまった。残念。Just a few more. Hang in there. ほいっと。お前らか。別のやつが来るかと。Keep it up。 おっと、曲が鳴った。おっと、危ねえ。ほいよっと。あ、当たっちゃった。何やかんや HP 結構減ってるんだよね。35と気をつけないと。リカバー。ヘタリエーション。フェイトの最大量上がないかな。リチャージリカバリーヘルス。リチャージするとヘルスが回復する。リタリエーション、リターンダメージとエネミーズバイヒット。攻撃があなたに当たった際に敵にもダメージを与える。2ステージ目のラスト6。ここが最後のステージだろうか。敵を全員倒せ。特殊だな。これリチャージしてるだけで倒せるのでは。あ、やべ。あ、やっぱ一部はリチャージしてるだけで倒せるや。うん、まあ、コンボは増えないからよろしくないけど、リチャージ分しかコンボが増えない。ミスった、ミスった。リチャージで敵吹っ飛ばそうとしたらピンポイントであのパーフェクトなところに当たらなかった。気をつけないとね。シールドが発生してる状態だったりけど発生してないから。Getting into the flow now. よっと、数をちょっと減らす。やばい。やばい。チャージが。やおっと、それデカブスに当たってないよねって言ってたけど当たってるわ。チャージ多分遠かっただけ。敵の種類がもうちょっと欲しいかな。数がじゃない、ごめん、種類が少ない。ただまだデモ版ですし、それなんとも言えないかな。やべ、あとはゲームの性質上しょうがないんだけど、コンボゲージという意味ではなくて、このつなげる攻撃のっていう意味のコンボが基本的にはつながらないですね今作。理由としてはほら、ゲージを使う攻撃が主なので途中でどうしてもチャージの方を優先してしまう。
で爽快感はあるんだけど、やっぱりゲーム性がちょっと違う、他のこういうコンボがあるゲームとはまた違うので、プレイする感覚、プレイフィールがちょっと違う。最近ね、あのデビルメイクライライクなメトロイドバニアっていうとちょっと分かりにくいんですが、コンボゲーなあのメトロイドバニアをプレイさせていただいたんだけど、そちらともやっぱりコンボの仕組みが違う。今作はまずメトロイドバニアではないですが、 Thanks for playing、 プレイしてくれてありがとう。デモ版はここら辺で終了のようですね。いやでも全然楽しめましたね。面白いです。特にこのバックグラウンドで流れている BGM が一番ひどいあれだったけど、エンジェルステップ、やっぱりその流れている BGM が盛り上がるよね。特にそのカットインとかもないんだけど、ガンボルトと比べると。今作とかアクションゲーってカットイン入ると盛り上がるんだけど、実はアクションのテンポがちょっと悪くなるので、そういう点ではいいかな。 Replace your Dodge Witch and Swift Dash、 Consume Chai Swift Dash に変わる。ドッジを Swift Dash に代わりに変える。ただしチャージを消費するようになる。2点つ消費か。ちょっと試しに使うだけ使ってみましょうか。チュートリアルではなくてレベル1見るだけ。Maybe we can talk this one out. これか。あ、どちらにでも行けるダッシュ。多分無敵時間も普通に発生してるんじゃないかな、これ。ですね。マップに戻る。さて、で今作で気になったのはこのフェイトの量が上昇するかどうか。実はね、あの下見てくれると分かるね。フェイトの下にもう一、もう一列ぐらいフェイト溜まるんじゃねえかぐらいのスペースがあるので、ちょっとありそうといえばありそう。あの何かの条件を解除すると追加される。現在もう一つ気になるのが技の種類が少ない。このアップヘビーとダウンヘビー以外には元々からあるヘビーアタックと通常攻撃しかないから、もうちょっと種類が欲しいかな。コンボをやっぱりつなげられる、続けて攻撃できるようにすると楽しい。多分遠距離攻撃はどうなんだろう。今作にあるかどうかは謎だね。さっきのチャージ攻撃をすると遠距離攻撃が発動するとかはありそうだけど、今後どうなるかが気になるので、この発展していく、どういう風に能力をさらに追加していく、どういう能力があるのかにもよるかな。現在はこのぐらいでもいいけど、もっと能力が、この装備できるものが増えていくと、現在のフェイトの量だと少ないと思うし、追加でやっぱりフェイトの最大値強化と技が欲しい。戦闘に関しては面白いです。先ほども言ったように曲が流れるのがこうやっぱり盛り上がるのでいいですね。 BGM の種類追加と敵の種類の追加が欲しいかな。現状は6ステージあってほぼほぼ敵の種類が増えていないので、そこら辺でしょうか。ステージクリア型だけど、ステージをずっと同じようなことを繰り返しでやっているので、この分だとすぐ飽きてしまうような感じがする。そこら辺の一工夫が欲しいかな。トラップをバコスカ入れればいいってわけじゃないけど、トラップとかをこのゲームの性質上ステージ内に大量にトラップを入れてしまうと、配置してしまうとゲームのテンポが悪くなってしまう。遅くなるっていう意味ではなくて、主人公の行動をトラップが阻害してしまうため、この爽快感が減ってしまうからあまりおすすめではないかな。そういうステージがあってもいいけど、隠しステージとかメインで行かなくてもいいステージ、多少トラップがある分には全然問題ないですね。先ほどやった2ステージに茨のようなトゲのようなトラップがあったけど、あの程度であればちょうどいいかな。攻略、ゲームがステージを攻略していくって言っても、プラットフォーマーで横に流れていって落ちたらダメとかっていうトラップを攻略していくタイプではないので、そこら辺だよね。あと現在はアリーナバトルがメインで、ストアページにもアリーナバトル型って書いてあったし、こういう一面だけこの画面スクロールしないとそこだけで戦闘していくっていう感じなんだけど、別に序盤のチュートリアルみたいにちょっとスクロールして途中にいる敵を倒していくのでも個人的には面白そうだと思いましたね。どちらでも、ああいうステージもたまに、横スクロールのステージもたまにあってもいいかなと思いました。デモ版で
戦闘に関してデモ版ではボス戦をチェックできなかったので、そこら辺は残念ですね。ボスがそもそもいるのかという話ですが、そこら辺がわからない。もしボスがいないのであれば、その分他の敵キャラクターやバリエーションを追加して、それこそ色違いの敵でもいいんだけど、もっと攻撃方法を増やした方がプレイしている側としても面白いし、違いが出てくるからいいかな。今のところ繰り返しが多いのでといったところでしょうか。ただデモ版ですし、まだね、実際に発売されていない作品では今後どう変わるかがわからないので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。動画下記の概要欄の方に今作のストアページ貼らせていただいているので、そちらからこので今作今プレイしてしたデモ版をプレイすることができるので、ぜひ誰でもプレイできます。やってみてください。今後が楽しみな作品ですね。いいアイデアだと思う。チャージとかも入ってるし、他のコンボがつながるタイプのゲームともまた違う。でそれでいてチャージが入るけど爽快感を損なわれていないのが良かったな。非常に今後期待が持てる作品なので皆さんチェックしてみてね。ではここら辺で終了したいかと思います。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などもの情報は Twitter の方に流しているのでぜひチェックしてみてください。たまにねライブなどしてるのでぜひ皆さん気軽にご参加ください。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄に先ほど言ったように私の Twitter や LINE 今作のストアページなどがあるのでぜひチェックしてみてね。もしよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。では今回はここら辺で終了したいかと思います。また次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。ご視聴ありがとうございました。